日本近畿地方大阪府大阪市中央区、東震災橋東震災橋は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、東震災橋1丁目及び、東震災橋2丁目、大阪市中央区の南部に位置する。東は、堺筋を挟んで島のうち、南は、水戸寺筋を挟んで、宗江門町、西は、畳屋町筋を挟んで、 震災橋筋、北は長堀通りを挟んで、南千葉にそれぞれ接する。周防町筋以南の2丁目は、大阪南の観楽街の位置中心であり、比較的高級なクラブ、ラウンジなどが点在するエリアとなる。1989年に実施された町名。旧町名は、うなぎ谷中の町、大宝寺町中の邸、東清水町のそれぞれ、畳屋町筋等、 長堀橋筋の堺筋伊勢かつと戸寺筋北、千年町、玉谷町、笠谷町のそれぞれ水戸寺筋北、畳屋町の水戸寺筋北かつ畳屋町筋等。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。東震災橋の地内には駅はないが以下が徒歩圏内にある。大阪府大阪市中央区の町帝、あざ一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。 2019年10月4日閲覧。AB、東震災橋の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。